どうも皆様、おはこんこんみつキックバスターです。今回は質問コーナー答えていきます。まあ、いつもはね、月の真ん中あたり15日前後に、投稿してるんですけど、今回ちょっとね、それでも質問多くて、秘密基地で答えるとちょっとそればっかになってしまいそうな気がしたんで、今後質問の量にもよりますけど、まあありがたいことなんですけどね、月2回質問コーナーやっていこうと思います。まあ来たら来たで月2回でやりますし、まあ来なかったらね、そのまんまやらずにやっていこうと思います。というわけで、まず1つ目、一人暮らし始めてから親との関係ってどう変わった？僕実家暮らしなんで、まだ一人暮らしじゃないんですよね。まあ一人暮らしした方が実況とかはすごくやりやすいだろうなとは思ってます。まあもちろんね、いずれはやんないといけないのは分かってるんでね。まあなんか頑張りますなんか頑張りますってなんだろう。次、会津って米うまいの？わかりません。行ったことないんでね。まあ家族で旅行は結構行くんですけど、なんで会津かちょっとわかんないですけど、まあ新潟はお米美味しいのはまあ有名ですけどね。はい、次、遠距離恋愛はうまくいくと思いますか？遠距離恋愛はそうですね、まあ会う回数も減りますし、まあどちらが移動するにせよね、やっぱり早く帰らないといけなくなるんで、解散する時間っていうのも早くなっちゃうと思うんで、まあそれが許せるというか、それに耐えられるなら成功するんじゃないですかね。まあ僕は一応前の彼女はね、一応遠距離恋愛だと個人的には思ってるんですけど、まあ普段、まあ例えば LINE とかで、LINE とか通話とか通じてどうやって会話していくかっていうところだと思うんですよね。だからそこで、例えば会えなくて寂しいっていう感情が強くなってしまう人は、ちょっと厳しいかもと個人的には思います。次、目玉焼きは半熟と完熟どっち派ですか？僕ね、目玉焼き食べないんですよね。なんかどうにも苦手なんですよね。こう卵焼きは大丈夫なんですけど、目玉焼きのなんだろう、黄身の部分かな、まあ黄身も白身もかな、あんまり得意じゃないですよね。だから食べたことがないです。はい、なので分かりません。次、芸能人で言うと誰に似てるって言われる？これね、まあ最近ってほどでもないんですけど、まあつい、4年前ぐらいかなとかもは、まあいいや、昔からの話をしましょう。この方がね、まあ個人的に面白いエピソードだと思ってるんで、まあ子供の頃に、なんだっけ、あれは航空外科が通ってたんですけど、あの歯列矯正っていうほどか分かんないんですけど、それで通ってたことがありまして、その時の先生にはね、あのイチロー選手に似てるって言われて、あだ名がイチローだったんですよ。いや、まあ今考えるとものすごく恐れ多いなと思いながら、でもね、本当に自分で言うのはすげえ申し訳ないなと思いつつ、親にも言われるんで、そこはちょっと答えていけたらいいと思うんですけど、オリックス時代のこうめちゃくちゃ細かった頃のイチロー選手に似てた時はあると思います、正直。はい、だからマリナーズというかメジャー渡ってからのイチロー選手じゃなくて、日本にいた頃のイチロー選手に似てるって言われたのが最初で、その次はですね、いつの年度かまでは覚えてないんですけど、織田信成選手が確か正月あたりかなに、何かエキシビションかなんかでやってた時のパジャマみたいな格好で滑ってた時があったんですけど、その時の織田信成選手がめちゃくちゃ似てて、自分でもあれこれ似てんじゃねって思ったぐらいなんですよ。でそっからまあ4年ぐらい前かなが、まあ最新で言われたやつなんですけど、その時はカウカウの多田さん、伊勢丹の紙袋の多田さんに似てるって言われたことはあります。だからね、まあね、こんなことを言うと若干失礼かもしれませんけど、なんかこうイチロー選手に似てるって言われた頃からするとちょっと
格が落ちちゃった感はなんとなくあるんですけど、今で言うと誰に似てるんだろうな。そんなに顔もう別にコロコロ変わってるわけじゃないんですけどね、えどうなんだろう。ちょっとねこう逆にこう皆さんの中で僕は私はこういう人に似てるって言われたことあるよっていうのあったらね、ちょっとぜひ教えてください。コメント欄お待ちしてます。え、次、庭で焚き火する？しません。庭もねないんですよね。ないというか、そうだな、家の前が、駐車場になってるんですよ。父親がね車止めるためのそこを開けて、子供の頃の話なんですけど、バーベキューをしたことはあります。前に折りたたみのテーブルを出して、でなんだっけ、カセットコンロを使ってバーベキュー、カセットコンロじゃねえな、時はなんだっけ、ちょっとすいません、記憶がおぼろげですけど、まあバーベキューやったっていう記憶はあるんですけど、庭っていうほどのスペースはないです。焚き火はねやらないですね。やれないですね、僕の家だと。全然大きいとこじゃないんで、はい、やれません。次、嫌いな人とどう接すればいいですか？まあね、当たり障りなくっていうぐらいしかないですかね、正直。接したくないのが本音ですけど、まあ接しないといけない機会ってあるじゃないですか。嫌だなと思いつつ、まあね、なんだろう、もう上辺でいいんで笑顔浮かべて、当たり障りのないことでやり過ごしていけばいいんじゃないかなと僕は思います。はい、次、宇垣アナ可愛いですよねって思って、多分合ってるかなと思って一応調べてみたんですけど、まあ合ってましたね。ただどうだろう、僕がなんだろうな、あんまり、まあ、バラエティ見ないわけじゃないですけど、バラエティはそこそこ見るんですけど、関東の方でよく出てる印象なのか、あんまりね僕の住んでるところではあんまり見ない気がするんですよね。まあなんだろうな、可愛いといえば可愛いんですけど、これね本当に僕の周りのせいなのか何なのか分かんないんですけど、なんかこう中学の頃ぐらいからか知んないんですけどね、なんか可愛い人は性格が良くないっていう風に、誰からか何からか分かんないんですけど、そういう風に聞いたことがあって、どうしてもね宇垣さんとかそういうイメージがついてしまいます。まあもちろん知らないんですけど、本当の性格はね。ただ田中みな実アナウンサーも結構美人で有名じゃないですか。あの方はね、まあ良くも悪くもというかぶりっ子キャラなんですよね。まあ僕はぶりっ子キャラっていうのはすごく苦手なものでして、ちょっとあの方はねあまりんって感じなんですけど、宇垣さんはでもやっぱあんまり言うほど見たこともない気がするんだよな。だからちょっとこっちの方でしかやってないわけじゃないと思うんですけど、モーニングショーを朝よく見てるんですけど、そこのに出ているアシスタントのポジションの女子アナウンサーはまあまあ大体みんな綺麗な人は多いなと思いますけどね。まあアナウンサーはね、見た目よりやっぱ技術じゃねえかなと偉そうに思っちゃいます。偉そうですけど、やっぱ技術あってなんぼだと僕は思います。見た目はもう二の次でもいいっちゃいいんですよね。見た目だったら正直ね、アイドルとかモデルさんとか出しておけばいいんですよ。アナウンサーはやっぱ技術ないとダメじゃねって僕は思っちゃいます。はい、次、好きな果物は何ですか？これね、僕結構即答できるんですけど、ブドウとリンゴが好きです。ブドウもやっぱ物がいっぱいあるじゃないですか。例えばデラウェアみたいなちっちゃいやつとか巨峰とかね。僕はね、昔子供の頃はデラウェアが好きでした。でも最近なんかね、巨峰とかの大きいやつの方がなんか食べ応えあるなっていう風に
感じて、そっちの方が最近は好きになってきました。まあ若干種がめんどくさいってのはなくはないですけど、まあそれぐらいならね、いいかなっていう感じですね。なんか味も濃い感じがするんで、まあ、巨峰とかピオーネとかああいうのが好きかな。リンゴは割とまあダントツで好きなんですけど、あのたまに親にね、あのだいたい僕の家って割と食後に果物が出てきたりとかあるんですけど、こうその時にたまにリンゴかなしどっちがいいって聞かれるんですけど、僕即答で食い気味でリンゴって答えるぐらいリンゴ好きなんですよ。あの食感なのかな、食感も味もまあまあ好きなんですよね。だから一応リンゴとは答えてるんですけど、まあそうですね、リンゴ、ブドウあたりが僕の大好きな果物です。はい、次。会津若松まで行ったことある？なんか会津の質問多いな。会津の方なのかな。いや正直言うと覚えてないです。行ったことはあるかもしれませんけど、あの、ま、前回の質問コーナーでも話したかな、旅行にね家族で行くときは基本僕ついていくだけなんで、まあ、最終目的地がどこっていうのは覚えてても、道中通ったところってのは覚えてないんですよね。はい、だからこの質問に対しての回答は分かりませんです。はい、というわけで今回はね、思ったより質問が溜まっちゃったので、この10個を答えてきました。またね、質問お待ちしております。皆さん、どんどん投稿待ってます。概要欄に確かに質問僕貼ってると思うんで、暴言みたいな質問じゃない限りは答えていきますんで、よろしくお願いします。以上、みつきクバスターでした。まさかの、月2回質問コーナーやると思ってませんでした。以上、みつきクバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。